一日だけでも慣れないかな。慣れっこないよ。もう意地悪。昔私がまだ子供だった頃、ポケットに入れてたたくさんの宝物、今でも時々顔を覗かせるのよ。これってもしかしてピカチュウ？さあ、なんでしょうね。昔の子供、今の子供、ポケットの中身はいつだって男の子でも女の子でも、ポケットの中身は誰だってファンタジー。ラン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 、メリークリスマス、ラララララララ、皆さんこんばんは、デンジローです。僕は今フランスにいて、みんなと一緒に引退することができません。とっても寂しいです。1年の後期に MFC に入ってから、ロックンロールからディスコファンクに至るまで本当にいろいろな音楽をやらせていただいて、素敵な音楽と素敵な人に出会えた MFC は、本当に感謝しています。自由人なものなので、なかなか、MFC の行事には参加できなくて、またバンドの人々には迷惑をかけてしまったことをこの場を借りてお詫び申し上げます。実は僕は MFC では、一人でギターを弾いたっていうことはあまりなくて、横に誰かいたっていうことが多かったんですけれども、まあ史上最強、最高にかっこいいと僕が思っているサイドギタリストキース・リチャーズの誕生日にこの動画をお送りいたします。また皆さんお会いしましょう。